ライバーはどこ行くか。はい、こんにちは、あるいはこんばんは、こんばんはです。本日ラーメンバトバトにやってきております。こちらはこのなんていう地域なのかな、やっぱ平岸でいいのかな、そう平岸って書いてあるし平岸なんですけども、こちらも名店でございますね、山嵐さんにやってこさせていただきました。これねでも本当ね、まあ、いろんな視点があるんで、僕そのいろんな視点には行ってたんですけども、本店さんに、来たこと実は初めてで、というわけで早速入っていきたいと思います。ラーメン山嵐の大村哲也です。ありがとうございます。こちらが山嵐の人気メニューの全ての外となる白スープ900円、ものすごく美味しそうです。そしてこちらが海スープ900円、これまためちゃくちゃいい匂いがします。早く食べたい。いただきます。でもキャベツ入ってる、これ結構珍しい。ちょっとスープから、これはスープか、うん、美味しい。うんうん、めちゃくちゃ美味しい。意外とあっさりだ、めっちゃびっくりする。キャベツもちょっといただいてみましょう。うん、うまい。めっちゃ麺だ、なんかシュールコーな感じ。うんうん、うん、チャーシューみたいで、うん、うん、歯応えばっちり。うんね、すごいこんな感じのビジュアルであっさりしてるのがちょっとびっくりする。うん、ちょっとトップに比べると博多っぽさというか、これ海スープもいただきましょう。ん、匂い、うん、うまい、やばいね、うん、魚介の香りうまっ。うん、ネギともめっちゃ合うな。うん、具とかね、中華からは博多っぽさ感じるんだけど、まず麺が中太だから、食べ応えが団地だし、あとめっちゃ合う。よろしくお願いします。はい、あ、まずごちそうさまでした。はい、めちゃくちゃ美味しかったです。その、いろんな店舗があるじゃないですか。はい、今って何店舗ぐらいあるんですか。今は市内に4店舗ですね。はい、ここも含めて。ここも、ね、はい。先にちょっと富士の、はい、と清田と町に黒虎っていう、はい、やっぱりさ、あれもそうなんですね、はい、この海とかも初めて食べたんですけど、はい、これってもともとずっとあったラーメンですか。そうですね、最初は白スープだけで始めて、はい、でその後に海スープ、赤スープとか、はい、まあ、他の店のタンメンとか、はい、黒とかいろいろ増えてて、ててはい、白からどんどん派生していって、そうですね、うちベースはもう白をベースにいろんなこう、はい、いや先ほどのものがあるわけで信じられない全然違うテイストに感じるもんですね。そうですね、スープが結構豚骨のもうクリーミーなスープで、はい、なんていうの、何でも合うような万能なスープなんで、はい、こう何かこう旨味とか、はい、まあ、辛味とか足すと、はい、相乗してこう美味しくなる。なるほど、はい、結構本当に全然表情が変わっちゃうというか。まあそうですね、うん、あれってあの白スープって、うん、結構その具が結構ちょっと博多ラーメンっぽい具があったりするじゃないですか。はいはい、あれってそのもともとそういうものがお好きだったとか、うん、それともそれがずっと、まあ、まあ豚骨ラーメン好きで、はい、こうまあね、開店当時なかなか北海道に豚骨ラーメン屋がなかったんで、はい、まあただこう北海道っぽい豚骨ラーメンを作りたいなと思って、はい、うちはこう
臭みのない豚骨ラーメンっていうのをこう目指して、はいはい、作りました。あ、それでやっぱりその素人っていうのが出てます。そうですね。こうラーメンの最初の業界に入る時ってあるじゃないですか、はい、それとかってそういう場所で修行されたとかそういうのがある。いや、自分はもうラーメン屋では働いたことないんで。え、じゃあもういきなり始めた時から。まあ飲食店では働いてたんで、はい、ですけどこうラーメン屋では働いてなくて、はい、こう最初こうまあちょっと知り合ったラーメン屋さんにちょっと触りを教えてもらって、はい、ラーメンの作り方的なもの、はいはい、そうですね。それでもうじゃあお店やってみようっていう。そう、へー。そのラーメン屋にするぞっていうふうに思ったきっかけとかってあったりしますか？まあ本当なんかちっちゃい時の夢がこうラーメン屋さんになりたいっていう夢で、ただ途中ねこういろいろあってまあ飲食はやってたんだけどなかなか違う。初め餃子屋さんを始めたんですよ。餃子屋で始めて、ただどっかでねこうラーメンやりたいなっていう思いがあって、まあ縁もあったんでこうラーメンを、はい、なった。これはじゃあこのこういうところにもつながってるんですか？シューマイは。シューマイ、そうですね。今やってるのがシューマイ屋で、はい、こう一番最初の餃子屋でシューマイもやってたんですよ。はい、なるほど、はいはい、でそれがちょっと評判良かったんで、はい、こういつかやりたいなと思って、はい、満を持してってことですよね。まあ、本当にこれっていつからやられてるんですか？シューマイは山田食べるもの自体は。は去年の、あ、去年じゃないな、一昨年の12月オープン。2022年、はい、1年過ぎたぐらいですってことですか？そう、1年、12月なんで1年とちょっとってことですね、まあ、はい、そうですね。なるほど、結構じゃあ最近に、うん、そうですね。もうこちらの本店自体は何年前に、うん、本店は今年の10月で19年、19年迎えますね、はい、2005年、へえ、もうすごいなとですね。そうですね、すごい、気づいたら本当に2005年の頃ってそれこそ本当にそういうラーメンもなかったし、まあ、最初だからイメージだと、はい、味噌塩醤油の感じのイメージ、縮れ麺っていうラーメン屋さんが多いっていうか、はい、ね、本当にほとんどそうだったので、はい、その中でねこうちょっと白とか、はい、とか赤とか、はい、ちょっと初めはこうね背脂がたっぷり入ってるのも、はい、あの天かすかとなるほどそういう感じだったんで、はい、はい、言う人いそうですよね、うんうん、それ見た感じのイメージというか、そうですあのその時北海道の人って割とあのミーハーというかちょっと保守的な部分もあると思って、うん、多分最初、うん、最後すぐ受け入れられました。いやー、どうなんでしょうね最初はちょっとやっぱり分からない。なんか1回目食べた時、はい、お客さんでも、はい、うまいのかうまくないのか分からないって言われて、新しすぎたんですね、その時には。ただね、2回3回と食べていくうちにこうやっぱうまいな、やっぱこれうまいわって、はい、言ってくれて、まず何回も来てる時点で最初に多分うまいとは思ってるんですけどそう、ラーメン、あまりにも知ってるラーメンと違うっていうか、はい、違いすぎて、そう、それをね言われてて、はい、最初は不安でしたけどね、はい、気になりすぎて、はい、また来て何回も来てで、どん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 ファンになっていったという感じなんですね、うん、いやすごい。それでもだからそれも20年近く続いてるっていうのは、そうですね、なんか秘訣みたいなものがあって当たりしますか？秘訣ですかね、はい、こうまあなんつうの、やっぱうちのラーメンってオンリーワンっていうか、はい、なかなか他にね、はい、似たようなのが本当、ね、出てこないので、似てるやつって言われても、うん、そうですね、分かんないですね。でまあそれも自分でこうお店も出してちょっとアレンジしたり、はい、その店ごとの特徴を出して、はい、まあお店出してるんで、はい、まあそれがねうち山嵐っぽいラーメンっていうのがこう、はい、なるほど、はい、ってことは軽工事の近くにあるところだけじゃなくて他のところもそれぞれに違うメニューとかあったりするんですか？そうですね、まああの藤野のお店とかはタンメンをこう売りにしてて、はいはい、まあ今ね各店長とかに任せてやってもらってるんですけども、はい、そうですね、店ごとに少しずつ変えてるようにはしてるんですよね。あ、なるほど、はい、じゃあ、まあ、そのそこそこかしこでこう、うん、楽しめる味が違うというか。そうですね、昔よくこう多店舗展開すると味が変わるっていうのをよく言われてて、その時代、はい、だからもう変わるって言われる前に変えて出していこうと思って、はい、各店舗だと得意だったりとかそういうものなんですね。そうですね、まあ、その場所とかによっても特徴を変えたりとか、はい、そうですね、いろいろ変えて、うん、
そのなかなかでも本当に今でこそ、うん、それこそ2号店は違う味ってあれですけども、うん、なかなかなかったじゃないですか。そうですね、だからそのそうですね、なかなかみんな同じね味でやってたんでそんな感じでしたよね、はい、それが決まりだったってわけじゃないですけど、うんうん、そのなんか踏み切ったきっかけみたいなのがあったりするんですか。まあだけど自分も東京とかこう、はい、勉強にラーメン食べさす、はい、食べに行ったりとかしてて、はい、やっぱり東京のお店とかの勉強してるそういうお店とかもあったんでその当時から、はい、それでこうねそういうお店を作っていきたいなと思って、はい、北海道でそういう店をちょっともパイオニアしていったというのはどうですか。まあその当時はいやもう本当にあの20年近くこう連れてくれたりします非常に あれなんですけどもラーメンのこだわりみたいなところってあったりしますか。ラーメン、うちのラーメンですか、はい、はい、こだわりは、なんだろう、やっぱりうちはもううちのラーメンはもうスープ、はい、要は豚骨ラーメン、僕も好きなんですけど、はい、まあ飲みやすくて臭みがないっていうのをこう、はい、本当にこだわってて、はい、だからまあ下処理とかをちょっと他の人がやらないような下処理をしてるんですよね、はい、うん、それはもう本当に丁寧に、そうそう、他の人が見たら、なんか、なんでっていうような、こう、はい、なるほど、はい、それがこだわりなんですね。こだわりを、なるほど、はい、いやそれだからすごいやっぱこう飲み干したくなるようなスープになるんですね。そうだね、うん、どの味でもそうですもんね。まあスープベースが、はい、はい、そうなんでそれぐらいのなんかこうガッていきたくなるような、うん、そのすごい美味しいの本当にすごかったです。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。ちなみに一番出る、はい、トッピングですって言ったりとかサイドメニューみたいなとかって話しますか。あ、うちはこうネギダクラーメンっていうのがあって、はい、九条ネギをこう、はい、たっぷりのしたのが人気なんで、はい、それが一番出ますね。なるほど、うん、じゃあもうそれがドンというのが一番、そうですね、うん、うちのこってりしたラーメンに合うと思うんで、そうですね、はい、しっかりこうなんかあれが入ってる、うん、玉ねぎも多分入ってる、そうですね、玉ねぎ刻み玉ねぎも入ってる、はい、あれもめっちゃなんか合いますね、はい、なんかシャキッとするしなんかさっぱりするというか、うん、あなんかすごいなんか全部じゃ着想みたいなものっていうのは当初から変わってないんですか。そうですね、はい、時々変わったりもしたけど変わってないですね。あ、なるほど、はい、そのペースみたいなものが変わって終わるということですね、はい、うん、まあすごい長いことお店やられてたらいろんなお客さんだったりとか、うん、そのまあ同業の方だったりとか今いろんな方だと思うんですけど、ね、うん、ラーメン屋にまつわるエピソードトークみたいなことがあったりしますか。エピソードトーク、はい、なんかまあこれも例えばそのお客さんすごいご飯食べてたとかいうのとかそういうのとか皆さん喋られたりする。ああ、そうですね、いやうちは結構こう最初の頃とか、はい、知り合いのラーメン屋さんとか、はい、そのさっき言ったネギダクラーメンとかを、はい、やるきっかけになったのが、はい、ラーメン店主さんとお客さんが、はいはい、ネギを持ち込みで持ってきてくれたんですよ。なるほど、はい、でちょっと乗っけていいかと、はい、ちょっとやってみたかったんだって絶対あると思うからやってみろと言われてやったのがきっかけで、はい、こうネギダクラーメンっていうかのが完成したんで、でもそれってそのお客さんとして来たそのラーメン店さんがガーってこう入れて、はい、ちょっとタッパーに入れて刻んで持ってきてくれて、あ、はい、じゃあそのちょっとだけ分けてもらって自分でも試したってことですか。はい、そうです、自分も食べてこれ美味しいと思って商品化させてもらったっていうのが、はい、すごい人ですね、はい、自分でまずネギ持ってきてるとそうそう、かわいらしいというか、はい、すごい思い出というか面白い、はい、確かに、うん、すごい考えてたと思うんですけど俺がもしあの味出すんだったらネギめっちゃ入れてやるんだよと思ってお客さんで来た時に持ってきてくれたって、うん、それがでも今もその看板メニューの一つとして出てて、そうですね、すごいですね。だからまあ皆さん結構お客さんとかにいろいろアドバイスもらって、はい、こう、はい、札幌のラーメンのその店主さんって仲良かったりしますよね。そうですね、今ねもうみんな世代もこう、はい、ね、近いし、はい、結構みんな仲良くしてます。そうですよね、うん、なんかそれでいてそのすごい本当に名店って生き残ってってっていうのがやっぱすごいなって、うん、すごいなんかリスペクトなんです、いやどうもありがとうございます、はい、本当にありがとうございます。長いことお客さんも来ていらっしゃるので最後にちょっと次に、はい、まあ、バトンを回していただくお店をご紹介していただきます。東区の、はい、札幌富士屋。 ありがとうございます、はい、あの環状通りの、はい、あ、そうですか、そうです、 ありがとうございます、富士屋さんにザ、はい、ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました、はい、
願いします。はい、はい、今回は山梨さん、山梨選手、もう札幌ねラーメン好きでは神と言われている方で、はい、札幌ラーメン界の背脂の神ですね、まさしね。まあ本当クリーミー豚骨が有名で、まあ本当に一回食べたらね、なんかハマるような中毒性のあるラーメンなんで、まあ、食べたことない人少ないかもしれませんけども、まだ来てない方はぜひちょっと食べてみてください。ありがとうございます。次回は札幌富士屋さんにお邪魔します。お楽しみに。カンチャンヤチャンサツポール。Ever change.